まちこさん、こんばんは。メッセージいつもありがとうございます。まあ、最近コメントがね、なんか入れにくくなってるみたいですけども、これなんですかね、YouTube の仕組みなのかもしれませんけども、私はね、いつもね、まちこさんに動画見られてると思って、放送してるんですよ。まあ、ですんで、いつも温かい、お気持ち受け取っておりますんで、まちこさんもね、楽しく毎日お過ごしください。浩二さんともね、関わりを持ってくださってて、とっても仲良くしてくださってるみたいで、私本当にね、その YouTube の放送しててよかったなと思うんですよ。で、まちこさんもね、ご自身で動画の方、音声の方ね、上げられていて、私も拝見するんですけども、まちこさんの お心がね、少し触れられたみたいで、とっても嬉しく思っております。今後もよろしくお願いします。最近ね、私ね、腰の痛みがね、ほんとしないんですよ。40過ぎて腰が痛むようになってきたんですけども、ちょっとね、体使うようにしてきたからですかね。だいたいこうデスクワークが多くなってきて、特にパソコンする仕事なんでね、積極的にパソコンする時間を減らして、外でね、子供と運動するようにしたりとかね、してるんですけどね、最近はね、観光に行くようにしてるんですよ。まあ、私の住んでる近くには尾道とかね、それから友の浦とかありますんで、ちょっとまだ外を長い時間歩くと寒いんですけども、ちょっと暖かくしてわせわせと歩いてると、まあいい街並みに癒されて、とってもいいね一日過ごすことができます。というところでね、最近はね、心地よい疲れで体が痛むこともなくって、やっぱりこう人間っていうのはちょっと適度に運動した方がいいですね。私もね、運動すると疲れるからね、だんだんやらなくなってきたんですけども、まあ、筋トレもね、ずっとしてたんですけども、負荷が高すぎて長く続かなかったんですよね。だからちょっとこう、お散歩して自分の住んでる国とか町に触れるぐらいがいいのかもしれないですね。いや、ということで、またね、名古屋の方にも伺いたいなと思ってますけども、今年はどうでしょうかね。暖かくなって、暑くなって、また春が来て夏が来ますけども、世の中的に過ごしやすく、旅しやすくなるといいなと思っております。それではまたこれからもよろしくお願いします。まちこさん、いってらっしゃい。